夏の秋。お秋。ギに聞こえるんですよ、あそこ。クズどもにアルカディです。スムカティです。今日8月31日ですよ。はい。もう、まあ、めちゃくちゃ暑いんですけど、はい、もう夏も終わりとですね。まあ、残暑がある残暑なんですけど残暑ねそうなんですけども、はい、まあ一応ね、8月までじゃないですか、夏って。まあですね。ただもうだって小中学校だったら学校ももう始まっちゃってる。いますよ。だからまあその夏の終わりなんですよね。はい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 。でやっぱ僕ら音楽が好きなんで、はい、その夏の終わりに、まあ、ちょっと聴きたい曲っていうのを、まあ、ちょっと数曲、まあ、本当に少ない曲を持ってるんで、はい、本当少なくていいと思うんですけど、はい、何曲か紹介できればなというか、はい、まあ、ちょっと共有していければなと思うんですよ。いいですね。それではやっていきましょう。うわしょい。で僕の、1曲目、はい、チェコノリパブリックの、ファイヤーワークっていう歌なんですね。なんかもうね、もうザ・夏っていう感じで、そのまあファイヤーワークってことで、その花火のあの歌ってる曲なんです。ファイヤーちょっとびっくりした。花火ね、歌ってる曲なんですけど、そのなんていうかね、こう夏の終わりってこうなんか爽やかなんだけど、こう儚いというか寂しげな感じっていう感じなんですけど、その、あの情景というかが浮かぶ感じで、その花火っていうのもこうパッと咲くけどこうすぐ散ってしまうっていう、その儚さっていう、その世界観っていうのがこうなんかすごい儚げなんだけど、その花火を彷彿させて、あーなんかいい夏だったなみたいな感じを思わせてくれる感じで、そのなんか綺麗なんですよね。幻想的でした。あーそうなんですよ。ちょっとバンドの曲とはちょっとあんまり思えない。あー確かにね、変わった感じと、うんうんうん、だから何回も言ってるんですけど、僕の歌詞が出る PV が好きなんで、あ結構このチェコノルファブリックの PV そういうのが多いですよね。あそうですね。そうそうそう、女性の方の声が好きなんですよね。あーいいんです、このバンドの。そうですね。なんかそのまあ、男性の方がメインだと思うんですけど、うん、結構ハモリの高い声で入ってくるところとか、はい、まあ、そういったところで、まあ、この夏のまさに俺切なさがあるんで、そうそうそう、まあ、そこをこううまく生み出せてるのかなっていうのがすごいあるなっていうのが、そうそう、散歩とかしてる時 に、 あ確かに、ちょっとこう蒸し集めな熱帯夜とかに、なんかこう散歩しながらこう、いいっすね、歩くのが結構こうなんだか息抜きになる。あこうふっと息を抜ける。で、2曲目が、はい、Shout It Out っていうバンドの、うん、青春のすべてっていう歌なんですけど、このバンド今年の8月10日で解散しちゃったんですよ。つい先日。2人組なんだよね。あ、そうですね。そのデビューして2人組になった人ですか。あ、そうだね。バンドを4人ぐらい、そう、4人でやって、でメジャーデビューで2人になっちゃってっていうバンドだったんですけど、そのメジャーシングルの青春のすべてっていう曲なんですけど、紹介するのが、まあ、この歌もまあそのキーワードとしてまあ切なさっていうところにまあ重きを置いて選んだんですけど、夏休み の、 その最後の日をこう彷彿させるようなその世界観と、そのボーカルの方の声がすごいこう刺さるというか、まっすぐなんですよね。その感じがその青春のすべてっていうタイトルとその世界観とすごいマッチしてて、あーこれ学生の時に聴けてたらもうもっとなんかこう感じるものあったんだろうなっていう曲で、まあ選びましたね。夏休みってものがなくなっちゃいますね。そうなんですよね、うん、切ねー切ねー。俺の中でアイスキャンディー止めましたね。この曲でもあれだね、その春の終わりにも聴けそうな。ああ確かにね、なんかそう、確かにそれもあるかも。春にも聴けるし、こう夏にもいろんなシーンでこう響くかなっていう曲かもしれない。まあ、その青春のすべてっていうのが、うんうん、題名だと思うんですけど、うん、まあ一応青春の春っていうのもあるし、まあ、そのアイスキャンディーの、まあ、その比喩表現だとか、うん、それの花火が出てるところとか、まあ、全体的に夏な、この夏の思い出を、うん、結構こう学生時代の、うん、こう流れてる感じじゃないですか、うんうん、だけど意外と卒業ソングに両方なるのかな。あ両方でこう聴ける感じがすごいして、あと途中の1番と2番の間にちょチャイムが、あそうなんですよ、ギターのあれで入ってるところがあったと思うんですけど、そういうところでまあちょっとその学園生活をちょっとこう、うん、思い出すっていう、その時間にもなるんですよね、うん、そこで。だからこう重ねることもできるし、うん、
このバンドがその4人体制として最後の作品っていうのをまたこの儚いなっていう部分でちょっと僕が選んだんですよね。でもやっぱ学生時代の方が響きやすいから、そうですね、学生さんの方におすすめかなっていうのがすごいあるね。ぜひ学生の方に聴いていただきたいなっていう曲ですね。曲目はあの英語表記の方のあやびえさんの、はい、流星って曲ですね。おあのまあ、詩というよりかはやっぱメロディーの切なさだけで選んだ感じがすごい強いかなっていう、こうとか風鈴とかが詩に出てくるのと、こう最初その風鈴の音色から曲がまず始まるっていうのもあって、その MV の世界観とかも全て含めてなんかこう無性に夏の終わりに聴きたくなるメロディーなんですよね。あれっすね、すごい夏らしいんだけど、やっぱその夏っぽさはあるんだけど、こうどこかこう切なさというか、そう歌詞の感じもそうだし、そのメロディーの感じもこう切ない感じがこう散りばめられてるっていう感じで、こう確かにすごいなんか夏の終わりに聴きたくなるなっていう、その表現がこう一番こう当てはまるみたいな、そんな曲かなって思って。やっぱその風鈴の音みたいなのから始まってみたいなところがこうなんか放出させて、こうなんか夏のこう一つのなんか物語みたいな感じをその曲で表現してるのかなっていう感じがして、なんかすごいこう夏が始まって、で曲中曲があってみたいな感じで、夏があの曲が終わるとともに夏も終わってくるみたいな、その一つの物語がなんか聞いてるような感じがして、なんかすごいなんかいいっすね。そうなんですね。この前のこのアヤヒエルっていう競技の時のアイビアの時からそうなんですけど、この下田ギターの滝人さんのこのギターサウンドっていうのがずっと俺は好きなんですよ。伝わるもんあるじゃないですか。あの人のこうギターサウンドっていうのが前からこう、まあ、基本的にこうリフを弾いてるんですけど、やっぱあのイントロ部分のところとかギターソロとか、あとあの最後半音上がるところが俺一番その好きなんですけど、こうちょっと鳥肌立つというか、毎回こう、こう最初に聴いた時の感覚をこういつでも忘れない感じなんですよ。だいたいあの人がこう目立つ曲っていうのがそういう印象が俺的にあって、やっぱ自分でその多分フレーズっていうのは考えてると思うんですけど、まあ、それだったらもうかなりすごいなっていうのはいつも。結構シンプルではあるんだけど、こうシンプルなサウンドでもすごい刺さるものがあるというところで、2曲目は歌詞が俺的にはこう当てはまりすぎた部分があったので、こっちは歌詞ですね。おうおう、こっちがメロディーでこっちは歌詞なんですけど、はい、ナイトメアスのロストインブルーっていう曲で、はい、その2016年の夏っていうのが俺一番人生に絶望してた時期なんですよ、はい、まあ、そのまず体重の変化、おうおう、すごい太ってたんですけど、でめちゃくちゃ痩せたし、こうなんだろうな、こう仕事へのモチベーションも保ててなくて、でまさにこのロストインブルーって曲がその詩でも、この先は何もない僕を笑ったみたいな、あの太陽とセミの声そんな夏な世界の終わりにっていう詩で始まったりして、サビが消えたい消えない消えたい、ずっと痛くて辛くてでも消せなくて、いつか変われる変われる変われる、惨めにもがいたあの夏っていうのがもうサビの頃メインのパートなんですけど、いやちょっとでもやめたくはあんまりなかったんで、本当にこう無理やりもがいてたんですよ僕は当初で、もうずっと暗い曲で、その MV はちょっと公式の方がなかったんでないんですけど、もうこう棺桶とかがこうめちゃくちゃメンバー棺桶の中に入ったりとか、まあ、いわばちょっと死を連想するような世界観の曲なんですけど、まあ、いわばあの夏で俺は一回死んだようなもんなんですよね。でこの曲ってほんとずっとちょっと切なくて暗い感じの曲なんですけど、最後のメロディーでそこは一気に反転するシーンがあって、最後はあの最後の詩がちょっと細かくは言われないんですけど、どう変わっていくのかっていうとちょっと聞いていただきたいんで、はい、最後の詩が最高の顔で笑うんだなんですよ。このサビの詩がこんな消えたいとかずっと言ってるのに、最後の歌メロのパートが最高の顔で笑うんだなんですよ。そこがもう天才だなっていう。なんかこう重めなやっぱ最初の曲調っていう感じだったんですけど、やっぱその最後のこう言ってたそのなんていうの、最高の笑顔でみたいな感じのこうなんかこう
仕上げ方というかこうまくり上げ方がやっぱすげえなっていうところで、こうやっぱりこうなんか一つこう物語があって、その中にいる人がこうどう変わっていくかみたいなのをこうなんか自分の中でなんかこう想像するというか、こう主人公がいてみたいな、こうなんかこう人にこうなんていうんだろうね、その一曲でそのなんていうんだろうな、いろんなこう表情を見せる曲だなっていう感じですね。だから僕もそうだし、アルガリアもこうまたちょっと違った曲であるというか、こう自分の一曲としてこうなんか心の中に置けるような、そんな曲かなっていう感じがしました。この曲がちょっと涙しそうになってしまうんですけど、どうしても聞くと、まあ、やっぱその最後のそのところ、最後の最高の顔ではあるんだっていうところが、そのもう一度生まれてまた僕に生まれて最高の顔で笑うんだって、まあ、言うなれば、会社に勤めた時の俺ってのはもうやっぱ死んだようなもんなんですよ、はいはいはい、だから今 YouTuber として生まれ変わったみたいなもんなんですよ、うん、でもちょっとそういう表現として僕の中では捉えて、あーなるほどね、その死んでる時期あったんですよね、もう結構ほんとガリガリだったんで俺一時期、うんうん、でもガッて言うとあんま体重変わんないぐらい57キロ6キロぐらいの時あったんで、それでまあこう今、まあ、ちょっと元気にはなったと思うんで、うん、俺はシンプルに思い出の曲みたいな感じなんで、こうふとした時に聴きますね。その途中まで暗いんですけど、やっぱその最後にこうあの発想がすごいんだよね。こう最後にこうがいきなり変わるというか、こうそう組んだみたいな感じで初めて聴いた時に天才だなと思ったんですよ。だからこうなんか落ち込む曲とは思ってほしくないという。どっちかというとこう、ね、こういう曲調だけど元気になる曲っていう、前向きに振られるっていう。最後の詩だけでこう全て根底を覆すみたいな。確かに。で最後もちょっとメロディーが変わるじゃないですか、うん、そこがやっぱりもうやっぱ売れてるバンドと違うんだなっていうのがすごい思ったところですね。まあこれは別に紹介はしないんですけど、はいはい、まあ、俺として多分今後夏の終わりの思い出の曲になるんだろうなっていうのは今子供ドラゴンのヘブロックです。あーなるほどね。今年の思い出もあるし、そうそうそう、それで聞いて、で今ねもうねやばいですよ、めちゃくちゃ久々にもう再発しまして、再ブレイクしまして、もう1日3回ぐらい聞かないと気が済まないから、でもゲロ吐いちゃいます逆に。僕もめっちゃ聴いてるわ。いや、いいよね、もうシンプルにかっけえよ、風呂で歌っちゃう詞もいいしね。うん、じゃあ、ね、皆さんの夏の終わりに聴きたくなる曲は何でしょうか、それか思い出に浸りたくなる曲は何でしょうか、はい、もしコメントいただければと思います、はい、というわけでちょっと静かに、そうですね、じゃあ相手のここであれだから、あのクリスマスのベル鳴らすシャンシャン